鹿町町は長崎県の北部北松浦半島西部にかつて存在した北松浦郡の町。1958年までは鹿町町の表記で四島町,町と称していた。2010年3月31日、M 会長と共に佐世保市へ編入合併し自治体として消滅した。ここでは現在の佐世保市の一地域としての鹿町についても記述する。 長崎県本土地域の最北部、北松浦半島の北西部を長域とし、佐世保市市街地から北西へ、約2 0トルの場所に位置する。長域南西部から北部にかけて、海に面する。沖合には、九十九島と呼ばれる、多数の島が点在する場所がある。北部は半島に切り込んだ湾に接している。2010年3月時点鹿町町は1889年の、 町村製止工事に一村単独で自治体として発足したため大技はなし。2010年佐世保市編入時に地名末尾の面の文字及び障子を廃止、旧来の面の名称に鹿町町を冠した町名に変更された。1932年、深江面、深江型面のそれぞれ一部より分立。町立町立北松浦半島では半島内の 各地域で石炭を産出し、北松丹田として栄えた。そのためかつては町内にも数カ所の炭鉱があったが、1960年代にすべて閉山した。現在は漁業と農業が中心である。保育所私立医療機関院司会院介護保険、老人福祉サービス事業所介護保険料、県道主要地報道その他の県道主町町町にある、 長崎市鹿町ウィンドファームの風車、神社仏教示イ員カトリック教会、ありがとうございます。